はい、皆さんこんにちは。今日も三軒なんでやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回初めての教習を受けて、こちらもですね、ミュータントの島の方に攻め入りましたね。敵がどんどん強くなってきますので、早めにですね、防具とかの装備を揃えるためにも、どんどんこちらも襲撃していきたいと思います。で、今日はまずは、初っ端からミュータントの居住地を攻めていきましょう。それではですね、まずこちらの方で、防具の方ですね、少し作れるようにしていきます。前回、ちょっと、ボウガン撃たれただけで死にかけましたので、今回はしっかりとした状態でいきましょうか。まあ、これ、パーツなしで、作れるやつなので、そこまで立派なものではありませんが、とりあえず作っていきましょう。こちらと、鉄の鎧ですね。まあ、銃関係は、ボウガンあればまあいいでしょう。とりあえず防具の方、鎧の方も何か他のものが見つかるまでのつなぎとして使っていきましょう。さあ、これズボンの代わりに使えますからね。鉄の鎧の方も作れるということで、よし、これで少し防御力上がりましたね。よしよしよし、OK。さあ、とりあえずいらないものは置いていく。続いて、バッグかな。バッグの方を作っていきましょうか。どこだ？これだな。バックパックということで、ゴムと、あと、革類ですね。ギリギリあるので、まあ、問題はないかな。あと、ゴムか。ゴムの方もあるので、作っていきましょう。よしよし、これでアイテムの持てる量増えましたね。ということで、これ、夜が明けたら、早速ですね、敵の島に攻め入ってみましょう。さあ、ではですね、行ってみましょうか。まずはいつものように、外側からですね。あと、槍も装備しておきましょうか。外側から狙えるやつだけ倒していくと。相手もそろそろボウガンいると思いますので、どうかな。ちょっと色の黒いやつとかもいますが。よいしょ。外した。これぐらい上を狙っていいのかな。これもダメだな。もうちょい下ですかね。よいしょ。気持ち上。これで当たりましたが。よいしょ。当たらない。難しいな。よいしょ。どうなんだ？これ届いてないのか届いてるのかもよくわかっていません。もうちょっと上なのかな。あ、結構上狙わないといけないんだな。よいしょ。さあ、近接武器持ったやつ来ましたね。ああ、避けられてるな。こっちから回ろう。ちょっと倒しにくい位置にいますね。よいしょ。よいしょ。さあ、当たってない。こんなもんだ。あ、このネットは無理なのか。ネット貫通しないんですね。いや、全然当たらんな。よいしょ。はい、一人倒しましたね。海に落ちてった。さあ、ここにいるやつを倒して、とりあえず二人目ゲットしたい。ああ、隠れるな。隠れますね。むっちゃ隠れますね。まあいいや、他見えるやつ探そう。他見えるやつはいるかな？さあ、どんどん倒していきたいところですね。さあ、ああ、ここに結構いるね。ここに結構いますね。よいしょ。はい。ヘッドショット。ああ、泳いできた。さあ、泳いできたな。すごいな。左右に揺れながら泳いでるのか？いや、届かないから、ほっとくか。結構上を狙えば当たる。当たらない。よいしょ。さあ、ヘッドショット行きましたね。オッケーオッケー。さあ、泳いでるやつはどうしようかな。かわいそうに。相手ちょっとしてあげよう。よいしょ。よし、当たった。結構上ですね。しかも、左右に避けるから結構難しい。よいしょ。あと一撃かな？他のやつに行ってしまいましょうか、もう。こんなもんでどう？ダメか。よいしょ。あ、柱に当たってる。ダメだな。これ、当たってませんね。柱に当たるのか。わかりませんが、あそこまで届いてない感じです。そしては、ここに船を置いていこう。
弾の方は危ない危ない。あと27発しかないのか。よいしょ。はい、倒しました。どうかな？他はいる？こっち側はいないかな？死んで、あ、いますね、ここに。よいしょ。あ、外した。よし。あ、ここはもう下がらないのか。よいしょ。オッケーですね。来てない？うわ、来てますね。よいしょ。そこに一匹来てますので、近接かな？おお、来た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 。よいしょ。さあ、ヘッドショット。ああ、これもやばいね。さあ、ここは突き刺していこう。おお、女の人だ。おお、びっくりしてるぞ。びっくりしてるぞ。よし。さあ、これで OK。島としては、まだいますね。まだいるぞ。さあ、棒岩持ちがまだあんまり見かけてないんだよな。どこにいるんだろう。ちょっとゆっくりと行きましょうか。きっとあっちの家方面にいると思うんだけどな。さあ、とりあえず、アイテムをかっさらっていきましょうか。おー、びっくりした。泳いでた？あー、近接ですね。よいしょ。近接一人ならなんとかなりそうか。砲丸撃たれなければいけそうですね。よいしょ。よし。回収、マップ、まだですね。まだいるね。まだいる。お、どこだ？いきなりあんまり攻撃されるの好きじゃないのでね。どこにいるかがわからない。え、どこだ？さあ、どこだ？海泳いでるやつなのかな？ああ、こいつかもしれないね。ということで、この隙間からちょっと狙ってみましょうか。ごめんね。ここから来る？登って来る。よし。はい、ということで、ここのミュータントの居住地は一応占領しましたので、これで少し楽になるかな。アイテムの方かっさらっていきましょう。よいしょ。さあ、箱ですね。さあ、どんなもんだ？全部いただきましょう。ここも箱と。まあ、いらないものいっぱいですね。よいしょ。さあ、布。これを取っていく。あとは何だろう、箱壊したり、そんな感じかな。よし。では、あとは残りの品物を取っていきます。さあ、ではですね、探索の方終わりましたので、もうこのまんまですね、確かミュータントのイカダ的なのがどこかにあった感じなので、この裏から、裏側かな？そちらの、あ、あれだ。あちらの方のミュータントのイカダもそのまま襲撃してしまいましょうかね。これも結構外から、狙いやすい場所だったと思いますので、まあ、攻撃さえ食らわなければ制圧できるのかなと思います。まあ、何にせよちょっとわかりませんからね。あとどうしようかな。死んだ時が嫌なので弓矢の矢の方、棒岩の矢の方は装備しておきましょう。この6つのスロットはもし、なくなったとしてもそのまんまですので、これ装備しておけばまだ死体回収とかでもしっかりと戦えると思います。よしよし、早速いっぱい見えてますね。さあ、外から狙っていこう。ここ届くのかな。そんなもんだ。あ、ヘッドショットいきましたね。ちょい上でいけるな、この距離は。よいしょ。さあ、ヘッドショットにはならなかった。ダメだな、もうちょいか。そこそこ難しいな。動いてますからね、なんせ。まあ、とりあえず当ててもいいので、倒すことを、ヘッドショットじゃなくてもいいので、倒すことを狙っていきましょうか。で、おそらく上にいるやつが、よし、ヘッドショットいったな。棒岩持ちなので、こいつはできるだけ、危ない危ない、撃ってきた、やっぱり。できるだけ早めに、遠くから狙撃して倒したいですね。よいしょ。まあ、油断してるとなんか泳いできそうだな。こいつだよな、問題は。棒岩のやつを早めに倒す。相手もそこまで命中率が高いわけじゃなさそうですね。よいしょ。はい、終わりですね。で、ここにいるやつも倒していこう。よし、後ろだな。
よいしょ。さあ、ヘッドショット入りましたね。他どこだ？上にいるな。防弾持ちがいるな。やばいな。防弾持ち、しかも動いてるな。危ない危ない危ない。結構早い動きするな、こいつ。さあ、結構早い動きするので気をつけないといけません。はい、一人。ああ、近接のやつがちょっと縦になった形になりましたが、ヘッドショット決まりましたね。よいしょ。さあ、どうだ？倒してない。よし、相手の防弾はそこまで当たりませんね。あと1発か2発当てれば、おそらく防弾持ち倒せる。よし、倒した。で、こいつは近接かな？ヘッドショット行きましたね。よし、ちょっと見ていこう。他いる？いるな。中にいるのか。さあ、ここですね。よいしょ。ダメだ。障害物があって、当たりませんので、まあ、手前にいるやつから倒していこう。はい、おしまいと。あと1人かな？あと1人、あ、まだいるのか。こっち側にいるんですね。ここは多分空いてるので、あ、もうこれでドットでいけるな。おぉ。よいしょ。さあ、ヘッドショット。よいしょ。OK ですね。あとは、こっちにいるやつだけかな。さあ、ガンガン撃っていきましょう。よし。さあ、どうだ？まだいるのか。見た感じ、もういないかん、あ、いるね。一人いますね。柱が超邪魔だな。さあ、柱が邪魔。あ、よし、出てきてくれた。ありがとう。出てきてくれたので、このまま倒していきましょう。よいしょ。よし。さあ、ミュータントのイカダの方も制圧完了ですね。よし、では上陸して、アイテムの方いただいていきましょう。おお、落ちた。さあ、これ、まず、ミュータントさんは水。あとはあれか。斧を持っていかないといけないんですね。さあ、こちら、ぶったたいていきましょう。さあ、これも全部回収していきましょうかね。真ん中の方か、上かな。に、ちょっとしたお宝があったと思いますので、まあ、それを回収するのが目的ですね。さあ、こちらの方に、じゃがいも、キャベツ、肉などありますね。キャベツ、これ、ここ以外で見たことないんですが、もしキャベツの種とか場所わかる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。前回やってたところでも、キャベツこの3つしか、見つけることできませんでしたね。よし、さあ、これでもう大体、あとはもうアイテムの方はゲットしましたので、拠点に帰りましょうか。帰ってきましたので、いろいろとちょっと作っていきましょうかね。それではですね、続いて作ってない重工房と、あとは、あ、そうか、まだ研究が終わってないのでできないんですよ。まあいいや、とりあえず重工房を作りましょうか。インゴットが4つ、そしてコンポーネント、そしてスクラップですね。これはあるので問題なしです。これ防具の隣に作っていきましょうか。よいしょ。で、これで銃の方が作れるようになりますね。PM はあります。あ、これ GP20 か。こっちの方はありますが、まあ、可能だったら、デザートイーグルかな？こちらの方を作りたいところですね。まあ、それまでちょっと防弾で頑張りましょうか。それでは、他の研究もちょっとしていきましょう。あと、弾薬工房ですね。スクラップとゴムと銅ということで、これも大丈夫ですね。で、あとはゴム、あとスクラップですね。これ持っていけば問題なく解放できますので、これ OK。あとはどうかな？手作りリボルバーっていうのを作ってみようかな。こちらはまだ作ったことはないかな。で、2の方も必要そうなのはまだ、コンロ作ってないのか。コンロ作りましょうかね。鉄のインゴットがないので、鉄のインゴットを貯めていかないといけないと。はい、これで研究はできるかな？鉄のインゴットでコンロの研究はできますね。これでシチューとかいっぱい作って、スタミナを増やしたりしていきましょう。
はい、ということで、また朝になったらどうしようかな。違うところを襲うか、まだ行ってないところでアイテム回収しましょうか。ただ、ティア2の方ですね、もうちょっと外側行かないと銃の部品とか電子部品ありませんので、まあ、できるだけ外側行くようにしていきましょう。さあ、朝になりましたので、ちょっと遠いハイウェイパッセズの方に行ってきましょうかね。ここならおそらく電子部品とかあると思います。あ、そういえば遊園地かなんかにも、遊園地の方がいいかな。遊園地の方がなんか電子部品いっぱいあったイメージがありますね。まあ、こちらまっすぐで遊園地なのでそこに行きましょうか。それと水中スクーターですね。こちらの方、前回も取ったのは取ったんですけど、使っていませんでしたので使っていきましょう。よしよしよし、とりあえず、こちらの方に止めましょう。観覧車のところですね。で、ここだ。チェストに1個ボンベは入れていくと。で、何がいらないかな。ツルハシ、斧、両方必要ですね。食べ物かな。缶詰ちょっと持っていきましょう。ああ、やり間違えて持ってきちゃったな。ああ、貝も持ってきてしまいましたね。水を逆に持ってくればよかった。さあ、ということで、これで一旦潜ってみましょう。これどうしたいんだ？左ボタンを押せばいいんですね。よいしょ、ああ、加速した。加速した。めちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速いですね。よしよし、これどうだ？ああ、嘘。サメか。びっくりした。急激に動かされたのでびっくりしましたが、大丈夫。サメなら大丈夫ですね。ただ、ここ来ると、潜るのは早いけど、いろいろと取るのは不便そうですね。よしよし、とりあえずヘルメットの方がやられたのか。サメか。サメもう一発食らうようだったら、処分しましょう。よしよし、電子部品ありますね。よし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 、オッケー。さあ、水上スクーターこんなに速いのか。さあ、めちゃくちゃ移動速度は速いですので、助かりますね。ブーンっていくだけで。スタミナも減ることがないので、長いこと泳げそうです。よいしょ。さあ、バッテリーもな、また後ほどですね。バッテリーチャージャーとかも作っていかないとダメですね。ただガソリンをいっぱい食うんで、まあ、それだけがちょっと問題ですね。よしよし、酸素ボンベの方は一応2本持ってきてますので、しばらくは大丈夫でしょう。よしよし、ではこんな感じで遊園地周り漁っていきます。遊園地から戻ってきましたが、結構水中スクーターいいですね。あんまり電池の方は減っていませんでした。それとですね、こちら古いボルトアクションライフルですね。こちらを見つけることができました。これも遠くからの狙撃かなり最強ですよね。ということで、こいつを直していきましょう。インゴットが8なので、ちょっと足りないな。まだまだ、インゴットの子を作っていかないと足りませんが、ちょっと準備しながらこいつを作っていきます。これでですね、ボルトアクションライフル作れますので、こちら組み立てていきましょう。弾の方も30発は作りましたので、まあ残ってる弾と合わせて42発、これを持って敵のところに攻めていきましょうか。まだ若干時間あるので、こちらストームボーンの基地の方に行きましょう。さあ、こちら着きましたね。結構もうこの時点でも見えてますが、まあこれぐらいからならいけるかな。さあ、狙っていきましょうか。どんなもんかな。これでいける？ヘッドショット245、めちゃくちゃ強い。よいしょ。外した。よいしょ、ヘッドショットですね。上のやつも狙っていこう。よし。ガンガンヘッドショット決まってますね。あと、ここにもいるので、こいつもできたら倒していきたい。そろそろあれかな。下に行かない感じですかね。もう直接狙っていけば当たるかな？当たりましたね。よしよし。では、外からどんどん見えているやつを倒していきましょう。よし。ガンガンヘッドショット当たりますね。他はどう？あ、いた。急にここから出てきてるな。
よいしょ。ああ、ヘッドショットではなかったですけど、まあいいや。倒せましたね。ここにもいたぞ。よいしょ。さ、ヘッドショットいけましたね。よし、あと何人いるんだ？あんまり行くと怖いですからね。銃撃たれて食らうとどれだけのダメージあるかわかりませんので、ちょっと外から様子を見ていこう。中にまだ一人ここにいるのは見えていますね。あ、ここの手前にもいるのか。バリケードがかなり邪魔ですね。よし、このバリケードの隙間から狙っていこう。よいしょ。よいしょ。ダメか。よし、OK。あとはどこだ？さあ、見た感じ。ああ、いるね、いるね。まだいるよ。よいしょ。OK。音がまだ変わらない。上かな？上ですかね。仕方ない。上陸するしかなさ。ああ、いた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 。よいしょ。さあ、ヘッドショット。まだいるのか。じゃあ、ちょっと。行きましょうか。どうだ？もういない？あ、こっちにもいるね。いや、いないか。さあ、では、こう上陸していきましょうか。銃がこれしかありませんので、とりあえずこれを持ったまま行きましょう。近接のやつなら、まあ、まだ逃げれば大丈夫かな。よしよし、とりあえず回収からですね。行きましょう。何人後に残ってるか。一番上かな、やっぱり。よいしょ。いる？よし。あ、いるいるいる。ここにいるじゃん。よし。終わったかな？あ、終わった？ああ、制圧できましたね。無傷で制圧できましたので、あとはこちらの方を漁っていきましょうか。とりあえず今日も、襲撃して帰ってくることできましたね。今回大きな、アイテムが、やっぱりボルトアクションライフルですね。現在片付けましたが、こちらが手に入ったことがでっかいですね。弾の方がちょっと20発以上使ってしまったので、まあ、今後ちょっと作っていかなければいけませんが、まあ、これがあれば遠くから狙撃して攻撃食らう前に敵倒せて便利です。あと、警察のベストいけるかな？警察のベストが直せると思いますので、こちら直していきましょうか。これで防御力が30ですね。あ、これであと布か。布があれば修理が可能ということなので、作っていきましょう。防御力30ですね。結構高めだ。現在18使ってますので、なかなかいい感じですね。よし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 。さあ、こちら拾っただけでも結構、クロスボウはありますので、今後作らなくても良さそうですね。徐々に強くなってきていますので、まあ次回もちょっと、いろいろ襲撃して銃のパーツや弾の方などを回収していきましょうか。電子部品の方も徐々に揃ってきましたし、もう今どれぐらいなの？ティア2の敵なのかな？ティア2か3の敵なんですけど、高度な部品も手に入るようになってきていますので、今後集めてできたらこちらですね。4つ目の方に行くというのを目標に頑張りたいと思います。まあ、その前にちょっと鉱石とかが少ないんでね、しっかりと鉱石集めて、延べ棒とか作っていかないといけませんので、まあ、ここら辺でもちょっとずつやっていこうと思います。特に襲撃がなければこれで終わろうと思います。まあ、ひょっとしたらこのね、閉めた後に、あ、来てますね。もう来てるわ。終わろうと思ったんですけど、しっかりと来てました。どこに向かってるのかわかりませんが、もう結構近くまで来ましたね。お、なんか一旦止まるな、こいつら。よいしょ。あー、ヘッドショットはできてない。あー、こっち来た、こっち来た。こっちに来てますね。4体かな、今回は。よいしょ。さあ、3人目を仕留めましょう。あ、一回撃つとこっちに向かってくる感じなのかな。さあ、あ、しまった、外した。さあ、これで、まずは4体ですね。これで終わりかな。よし、音が変わりましたので、とりあえず、回収しましょうか。多分、次の、やつがまた来るんじゃないかと思います。
1回目は何回だ ?2 回かそこら来ましたんでね。やばいやばい、凍えてる凍えてる。これやばいな、焚き火が。このランプしかありませんからね。では、第2波来るのを少し待ちましょうか。待っていますが、特に来る気配はありませんね。今回は1つのグループしか来ないのかもしれません。ちょっと、これ、どうなんだろう。ランダムなのか決まってるのかよくわかりませんね。はい。ということで、改めまして、今日はここで終わりたいと思います。また次回ですね、もうちょっと外側ですね、敵の方の拠点を襲撃していこうと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.